注目の若手アイドル集結。CDTV 特番でナンバー、i m e i z e r o b a s e o n e が初登場。4時間半の衝撃的なステージ。ナンバー、i 水谷、トラビッシュジャパン、m e i c d t v 4時間半スペシャルに注目グループ続々。4月1日18時30分より CDTV ライブ、ライブ TBSK4 時間30分スペシャルが放送されます。 出演アーティストは福山雅春がドラマ、春になったら、関テレフジテレビ系の主題歌、瞳を披露するのをはじめ、クリーピーナッツがヒット中の楽曲、ブリング、バング、バング、ボーンとドラマ、不適切にも程がある、TBS 系の主題歌、二度目の2曲を披露します。中でも注目したいのは、複数の若手ボーイズ・ガールズグループがラインナップされている点。フレッシュなパフォーマンスも見どころの一つとなりそうです。 3月18日にリリースした4トンエッジデジタルシングル TGI フライデーナイトがビルボワードジャパンのダウンロードソングチャートダウンロードソングズで初登場1位を記録したトラビッシュジャパン1金曜の夜を華やかに彩る心踊るパーティーチューンでコレオグラフは ST キングスが手掛けましたしなやかで華のあるダンスに注目ですまたトラビッシュジャパンは 踊ってみた企画への出演も決定しており、キンググの楽曲、ティーナズ・ヤフォーエバーをパフォーマンスします。イントロをはじめとしたアコースティックギターのカッティングが印象的なアップテンポの楽曲で、疾走感あふれる世界観とダンスをどう融合させるのか、期待が高まります。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、ユニハル、新 TVCM のテーマソングに起用された、メモリーズを披露するニズヤ、今年でデビュー4年目を迎え、 デビュー当時から比較すると大人っぽい雰囲気も感じられます。なんといっても耳にした誰もがハッピーになるような彼女たちにしか出せない世界観を確立しつつあります。今作ではポップでキュートな春らしい楽曲で番組を彩ってくれるでしょう。n o i m e アイラも初出演。今回番組に初登場するアーティストは No.I.ME.I.Z.E.R.O.B.A.S.E.O.N.E. 成田トマス SIMPSON の4組です。平野志洋、神宮寺優太、岸優太によるナンバー、愛は、飛べアーティストが集結した初の東京ドーム公演、トゥーヒーローズ、から飛べファーストスーパーライブを終えたばかりです。今回披露するのは、デビュー曲の、ゴートと、ブローユアカバーをフルサイズでパフォーマンスします。 最近は音楽番組への出演も増えており、かねてからのファンに加えて普段 SNS には積極的ではないそうなど、幅広い視聴者に向けてのお披露目の機会とも言えるでしょう。新たな一歩を踏み出した彼らのパフォーマンスに注目です。クリック、リーダー・アイ、チルダースでメーパーイパイの2曲を披露するのは11人組ガールズグループ MEI、サバイバルオーディション番組、プロデュース101ジャパンザ・ GIRLS、t b s 系で、 国民プロデューサー、視聴者から選ばれたメンバーで構成されています。透明感と笑顔が印象的で、ファッショナブルなステージになるでしょう。グループ名に込められた日本の世代を代表する、未来のアイドルとして、どんなパフォーマンスで視聴者の心をつかむのか、若き奮闘を見守りたいです。ZEROBASEONE、e e、は、グローバルボー、イズグループデビュープロジェクト、 B.O.Y.S. Planet 出身の第5世代系、ポップボーイズグループです。多国籍の9人構成で、グループ名は、輝かしい始まりという意味です。韓国でリリースしたミニアルバムは2作連続でダブルミリオンを記録しました。また、3月20日には日本デビューを果たし、日本ファーストシングル、ゆらゆら、運命の花、和海外アーティストの歴代デビューシングル最高売上枚数を記録しました。 初登場、そして、第5世代系、ポップグループという視点からも注目を集めそうです。さらに、ガールズグループとしては、ニューカワイイを披露するフルーツジッパーも登場します。遊びシステム所属の7人グループで、フル、パーの愛称で親しまれています。2022年に結成され、昨年は、第65回日本レコード大賞、最優秀新人賞を受賞しました。 2022年4月にリリースされた 2ND デジタルシングル、私の一番可愛いところは体育トークで火がつき、楽曲視聴数は9億を超える驚異的な数字を叩き出しています。SNS からヒットするという現代ならではのアプローチが新鮮ですが、地上波放送ではどんなパフォーマンスを見せるのか、期待ですね。国内外で勢いを増すボーイズガールズグループ。彼らの活躍が音楽シーンにどんな新風を吹き込むのか。 新時代を切り開く若きアーティストたちのパフォーマンスに注目です。これらのグループやアーティストたちの活躍によって、音楽シーンがどのように変わっていくのか、あなたはどんな期待を抱きますかナンバー、愛の、ゴートと、ブロイワカバーは、その曲調が全く異なるため、どのようなパフォーマンスになるのか楽しみですね。CDTV への初出演ということで、本当に嬉しいですし、ナンバー、 愛の3人がファンの期待に応えようとしている姿勢にはいつも感心します。私は東京ドームでのライブに参加したことがあります。あの時に聞いたブローユアカバーなテレビで皆さんに見ていただけるなんて本当に感激です。4月12日にはシングルカットされて配信もされるそうです。大人になってとても色っぽく美しい3人をぜひ見てほしいし、楽しみですね。これらの若手アーティストたちの活躍が 音楽シーンに新しい息吹をもたらしていることは間違いありません。彼らは異なる音楽性やスタイルを持ちながらも、共通して若さと情熱を感じさせます。彼らのパフォーマンスは、新しい時代の音楽の方向性を示唆し、聴衆に新しい感動や興奮をもたらすでしょう。しかし、これらの若手アーティストたちが突然の人気を獲得し、どのように扱われるかには注意が必要です。 過度な期待や圧力は、彼らの創造性や個性を抑制する可能性があります。また、一過性のブームとして扱われることもあるかもしれません。一方で、彼らの活躍は新たな音楽の可能性を切り開く一歩ともなります。彼らの音楽やパフォーマンスに触れることで、私たちは常に新しい感性や視点を得ることができます。彼らがどのように成長し、音楽シーンにどのような影響を与えるか、興味深いですね。 このような若手アーティストたちの活躍を見ると、私たちは常に音楽の進化と変化を感じます。彼らの才能や情熱は、新しい世代に新しい音楽体験を提供し、私たちの生活に彩りを与えてくれるでしょう。あなたは、これらの若手アーティストたちの活躍にどのような思いを抱きますか彼らの音楽やパフォーマンスは、あなたの日常生活や感性にどのような影響を与えていますか これからも彼らの活躍に注目し、新しい音楽の世界を楽しみましょう。彼らの活躍は、単に音楽シーンの変化だけでなく、若者たちにとっても大きな影響を与えています。若い世代は彼らの音楽やパフォーマンスを通じて、自己表現やアイデンティティを見つけ、共感し、励まされることがあります。彼らの楽曲は若者たちの日常生活に寄り添い、彼らの感情や経験を反映しています。また、 若手アーティストたちの成功は、若者たちに夢や希望を与えます。彼らは地道な努力や情熱を持って夢を追い求め、成功を収めることができることを証明しています。そのような姿勢は、若者たちに勇気を与え、自分の夢を追求する勇気を持たせます。一方で、若手アーティストたちが直面する課題や困難もあります。彼らは常に新しい曲を生み出し、ファンを楽しませ続けなければなりません。また、 一般の人々やメディアからの注目や評価によっては、彼らのプライベートな生活や精神的健康に影響を与えることもあります。それでも、若手アーティストたちは常に前進し、自分の音楽を追求し続けます。彼らの情熱と才能は、音楽業界全体に新しいエネルギーや創造性をもたらし、私たちに新しい感動や興奮を提供してくれるでしょう。 あなたは、これらの若手アーティストたちの活躍にどのような考えを抱きますか彼らの音楽や姿勢は、あなたの生活や視点にどのような影響を与えていますか今後も彼らの成長と活躍に注目し、音楽の新しい時代を楽しみましょう。